旧暦の7月は中元不動がやってきます。多くの人がお供え物で無縁仏のハオションディをもてなします。平東県の東港では、なんとお供え料理専門のお店があります。テントの中は忙しそうです。お供え料理用の肉巻きを作っています。予約分だけでなく、直接来店して購入するお客のためにも多くの量が必要です。あるお客は、出来合いの料理は作らずに済むと話しています。宴席料理のコックは、こうしたお供え料理を考案した理由を次のように話しています。旧暦の7月は結婚式などの祝宴も少ないため、お供え料理の販売にチェンジしたのです。フカヒレスープに肉団子などの手の込んだ料理が多くあります。そしてここは伝統的な市場です。お惣菜のお店はどこもよく売れています。ほとんどがお供え用に使うといいます。豚肉から鶏丸ごと1羽まで、すべて売れ行きが良いですが、中でも魚は午前中で売り切れたということ。また野菜の中でも空心菜はお供えに欠かせないといいます。動作が比較的鈍い無縁仏のためです。豊富なお供え物に間に合わないとき、これらの野菜を食べることができます。空心菜はお供えに良いとされている野菜の一つ。食べきれないお供えは、空心菜を使ってくくり持ち帰ってくださいという意味になるとか。この時期、無縁仏をお腹いっぱいにさせるため、人々はさまざまなお供え料理を準備しています。